皆さんこんにちは、シータキビーツです。ヒイヒイ。ということで今回なんですけれども、オリジナル曲のクオリティが結構上がるかもしれない小技10選というテーマでやっていきたいと思います。今回もこちらの動画に引き続き、チューンコアジャパンさんとのタイアップ動画となっております。皆さんはご自身のオリジナル曲を Spotify や Apple Music などのストリーミングサービスで配信したことはございますでしょうか？自分の曲が普通に Spotify で検索したら出てくる。これって街の CD ショップに自分の CD がプロアーティストと一緒に並んでるような感覚がしてめちゃくちゃ嬉しいんですよね。また友達に俺作曲やってるんだと自慢するとき、皆さんも一度は自慢したことあるんじゃないかと思うんですが、そういう時に Spotify や Apple Music の画面で自分の曲が出てくると、それだけであ結構この人ガチでやってるんだと思ってもらえる。合コンでモテる。つまり DTMer としての箔がつくんですね。このチューンコアというサービスは配信代行サービスでございまして、チューンコアに楽曲を一度登録するだけで Spotify や Apple Music だけじゃなく、世界185カ国以上55ストアに一発で配信できるということでございます。なので DTMer の皆さんにはぜひチューンコアを使って世界にオリジナル曲を配信する喜びを味わっていただきたいんですが、そもそも配信する楽曲は少しでもクオリティが高い方がいい、皆さんもそう思っているのではないでしょうか。なので今回は現状から少し手を加えるだけで結構クオリティが上がるんじゃないかと僕が思う小技10選を紹介していきたいと思います。もちろん全ての楽曲に当てはまるわけではないので、ご自身が今作っている楽曲に対して10個中何個使えるかなと考えながら見ていただき、楽曲のクオリティを少しでも上げて世界に配信していただければすごく嬉しいです。ということで今回のメニューはこちら。1コード編、2飛び道具編、3アレンジ編、4ミックス編、以上の4点計10選をやっていきます。それではいきましょう。皆さんご一緒に、せーの、Let's go。 いつもの早めな BPM。 はい、ではまず小技10選1つ目、マイナーのナインス。まずはサビのコード進行を確認してみましょう。今回の曲はキー B フラットなのですが、分かりやすいようにキー C でコード進行を表示させていただきます。はい、この曲はマルサ進行と同じ流れの4-3-6進行となっているんですが、ポイントは Am7 に C の音を加えて Am7 ナインスにしているというところ。よくあるメジャーコードのナインス、 F アドナインスとか C アドナインスなどは普通の F とか C よりもナインスの音が加わることによってよりきらびやかというか突き抜けたような明るい印象が増す効果があるんですが、マイナーのナインス、今回で言うと Am7 に対して C を加えて Am7 ナインスにするとより暗い、より怪しい印象が増します。今回のデモ曲は夜をテーマにしているので、よりその怪しさを出したくてあえてナインスを取り入れました。ナインスとか言うとちょっと難しく聞こえてしまうんですが、何が言いたいかというと、より怪しくおしゃれにしたいときは Am7 に C の音を足しましょうということですね。ストリングスでその違いを聞いてみましょう。はい、やはり Am7 ナインスの方がよりおしゃれで怪しい雰囲気が出ていたかと思います。はい、続いて小技10選2つ目、フラットナインス。これはオルタードテンションと呼ばれるテクニックの一つで、こちらもおしゃれさ、怪しさを加えた響きになります。フラットナインスというのはナインスの半音下という意味なんですが、覚え方はめちゃくちゃ簡単で、ルート音の半音上と覚えましょう。つまりコードが G7 の場合、ソシレファというコードにルート音の半音上であるラフラットを足せば G7 フラット9、 E7 の場合も同じくルート音であるミの半音上、ファを足せば E フラット9スになるということですね。はい、実際にはですね、このように音が半音でぶつかると濁りやすいので、僕は右手パートのルート音 G7 フラット9スの場合は G ですね、この音を消してこのようにボイシングすることが多いです。はい、そしてフラット9をはじめとするオルタードテンションというコードは発動条件があります。それがドミナント7コードにしか使えないということ。こう言うとまた難しく聞こえてしまうんですが、要はこちらのダイアトニックコード表の5度の部分、キー C の場合は G7 にしか使えないということですね。そう思うと結構簡単ですよね。キー C で曲を作るときは G7 ってよく出てくると思うんですが、その G7 にルートの半音上であるラフラットを足せばよりおしゃれに怪しくできると
ということでございます。今回の曲で言うところのこちらの E7 のところで9フラットであるファの音を足して E7 フラット9にしております。おいおい椎茸、今表示しているのはキー C だよね。さっきドミナント7にしか使えない、 G7 にしか使えないって言ったじゃないかという声が聞こえてきそうなんですが、実はここの E7 からの Am という流れはセカンダリードミナントというテクニックを使っていて、この E7 というのはドミナントの役割を担っているコードになります。この辺を詳しく知りたい方はこちらの動画でセカンダリードミナントを解説していますので、ぜひ後で見ていただきたいんですが、ここで覚えてほしいのがマルサ進行や王道進行でよく見る E7 からの Am のこの流れ、この流れの時は E7 にファを足して E7 フラット9にできるということでございます。はい、微妙な差なんですが、これだけでも全体の印象が結構変わってくるので、ぜひ覚えておきましょう。はい、ここからは飛び道具編ということで、実践的で効果の分かりやすい小技を紹介します。小技10選3つ目、ブレイクビーツ。こちらは今回サビ前に使っているこういった音のことでございます。はい、こういった細かいドラムのループのことをブレイクビーツというんですが、こういったループを足すだけで簡単に盛り上がりが作れて雰囲気が結構変わるのでおすすめです。先に全体でこのブレイクビーツのありなしで聞いてみましょう。はい、なしだとちょっと寂しい感じがしますよね。なんかちょっと盛り上がりが欲しいけど何を入れればいいかわからないという時は、こういったブレイクビーツをぜひ貼り付けてみてください。そしてブレイクビーツを入れる時の結構重要なコツなんですが、それが EQ のハイカットでございます。はい、今回はこのように高域を削りつつオートメーションで動きもつけております。試しにこの EQ のオンオフで聞いてみましょう。はい、ブレイクビーツは結構高域がチャキチャキなっているものが多くて、それをそのまま使うと存在感が出すぎてしまうんですね。ハイカットを入れて音をこもらせることによって他のトラックとうまく馴染んでくれるので試してみてください。ちなみに豆知識なんですが、ブレイクビーツというのはもともとヒップホップという文化のそのものが生まれたきっかけになった音なんですね。当時のディスコではみんなが一番盛り上がるのがその曲の間奏部分、つまりブレイクだったらしいんですが、ターンテーブルとミキサーという2枚のレコードを同時に流せる機材が発明されたことによって、当時の DJ が全く同じ曲のレコードを2枚用意すれば、その曲のブレイク部分だけを永遠ループさせて永遠に盛り上がれるということに気づいたらしいです。そのブレイク部分だけを永遠ループさせた音がブレイクビーツでございます。ちなみにそのブレイクビーツにラップを乗せたことによってヒップホップミュージックが生まれて、そのブレイクビーツで踊ってみたことによってブレイクダンスが生まれたという歴史があります。ブレイクビーツはスプライスやループクラウドなどでブレイクビーツやブレイクスなどで検索すれば簡単に出てきますので、ぜひ取り入れてみてください。はい、続いて小技10選4つ目、テープストップ。これはその名の通りテープをストップさせた時に起こるピッチの急激な変化を再現したエフェクトでございます。今回の曲では頭サビからイントロに行く瞬間に使っております。はい、この音、トゥーンとピッチが急降下していますよね。こういった音はテープストップというエフェクトで作ることができます。はい、ちなみにロジックだとリミックスエフェクスという付属プラグインでそれが可能です。あとは有料プラグインだとアイゾトープのスタッターエディット2とかでもできますね。手順としてはまずピアノでルート音と5度の音を打ち込みます。はい、そしてリミックスエフェクスを指してこちらの四角のストップボタン、こちらをオートメーションで途中からオンにすることで、はい、このように効果的な音を作ることができます。はい、そして今回はそれをオーディオに書き出して切り刻んで繰り返したり、また複製して1オクターブ上げたりしたものを重ねております。はい、こんな感じで音を作っております。こういった飛び道具的な音があるのとないのでは曲の完成度というかクオリティに対する印象が結構変わってきますので、ぜひやってみてください。
はい、ここからはアレンジ編をやっていきたいと思います。小技10選5つ目、装飾音数珠つなぎ。これは編曲の際に音数をたくさん入れたいけどいつもごちゃごちゃしてしまうという方にぜひ試していただきたいテクニックです。まず間奏部分を聞いてみましょう。はい、結構いろんな楽器が登場してると思うんですが、ごちゃごちゃした印象ってあまりないかと思います。これは僕が編曲の際ごちゃごちゃならないように普段意識していることなんですが、装飾音を数珠つなぎにするということ。編曲をする時の各楽器の入れ方には大きく2つあって、1つが土台となるリズムやコードを継続的に鳴らしているもの。もちろんその時によって全然変わってきますが、例えばドラムやベースやコード楽器、はい、今聞いていただいた音は継続的に音が鳴っていて、主にリズムとコードを作る役割を担っています。そしてもう一つが部分的に所々で鳴っている装飾音。あくまで今回の曲の場合ですが、今回の曲で言うとストリングスやギター、音数が多いけどごちゃつかない編曲にするためには、こういった装飾音系の楽器をきちんと整理するのが大事だと思っていて、僕は全体で聞いた時に鼻歌で歌えるかでちゃんと整理できているかを判断しています。どういうことかというと、例えばこの曲の場合、タンタラタッタッタータララッタラタッタッタッタみたいな鼻歌になると思います。はい、わかりますでしょうか。もちろん絶対そうしないといけないわけでもないし、あえていろんなフレーズを重ねてごちゃごちゃ感を出しているけど成立している曲もたくさんありますが、あくまで音数を増やしたいけどうまく整理できずに悩んでいる方は、装飾音全体で一つのメロディーを作るというのを意識してみてください。はい、装飾音がタンタラタッタッタータララッタラタッタッタッタといった感じで、ストリングスとギターで一つのメロディーを作っているというようなイメージですね。初心者の方で編曲がごちゃごちゃしてしまうという方は、すべての音をずっと鳴らしているというパターンが結構多いかと思います。それぞれの楽器がそれぞれのメロディーを奏ですぎてごちゃごちゃしてしまうんですね。みんなで一つのメロディーを協力し合って奏でるというのを意識すると割とスッキリしやすくなるので、ぜひ試してみてください。はい、続いて小技10選6つ目、ドラムの音数。初心者の方の曲を聞くと結構な確率でドラムの音数が少ないことが多いです。具体的にはキックとスネアとハイハットしか入っていないことが多いので、特にサビなど盛り上げたい箇所にはちゃんとパーカッションやクラッシュシンバルなどを入れましょうということですね。今回の曲で言うとこちらのシェーカーのループ、そして歯切れのいいスネアに音階をつけたもの、こういったキック、スネア、ハイハット以外の音が入るだけで全体で聞いた時の印象がかなり変わってきます。また結構忘れがちなのがサビ頭のクラッシュシンバル、初心者の方はこれがそもそも入っていなかったり、入れてたとしても音が小さいことが結構多いと思います。この3つの音のありなしで聞いてみましょう。はい、盛り上がりというかサビ感が出ますよね。これはパーカッションやシンバルなどのサンプルを貼り付けるだけなのでめちゃくちゃ簡単です。いまいち盛り上がりが足りないときはドラムの音数に注目してみましょう。はい、ここで一旦 CM です。椎茸ビーツの DTM サロン、椎茸サロンではサロンメンバーをまだまだ募集しています。980円で作曲や DTM について質問、意見交換、情報交換し放題のコミュニティです。またこのような感じで私椎茸ビーツやサロンメンバーがあなたの作った楽曲を聞いて何度でもアドバイスさせていただきます。詳しくはこちらの動画のリンクを概要欄からご覧ください。それでは続きをどうぞ。レッツゴー。はい、ここからはミックス編をやっていきます。小技10選7つ目、ドラムとベースは大きくする。私椎茸はオンラインサロンを運営していまして、年間300から400の楽曲を聞いてアドバイスをさせていただいているんですが、アドバイスの内容でダントツ一番多いのがドラムとベースの音量が小さいということ。特に初心者の方はかなり高い確率でドラムが小さいことが多いです。逆にドラムが大きすぎるからドラムを小さくした方がいいですよというアドバイスはほとんどしてないです。
したことがありません。もともと海外ジャンルのダンスミュージックやヒップホップなどではドラムとベースが大きいのがそもそも特徴的なんですが、最近では J-POP などでもその傾向がかなり強まってきていると思います。音量バランスの目安として、もちろんジャンルや好みにもよりますが、僕は特に今回のような打ち込みドラムの曲ではドラムが一番大きい、その次にベースとボーカル、その次にその他の楽器といった感じを軸として微調整をするようにしています。試しに今回の曲でドラムとベースが小さいとどんな風に聞こえるか確認してみましょう。はい、ドラムとベースが小さいと一気に迫力がなくなりますよね。もちろんむやみやたらに大きくすれば OK かと言われればそうではないかもですが、現状なんか迫力がなくて悩んでるという方は、一度ドラムとベースの音量バランスを大きくしてみるというのをまず試してみてください。はい、続いて小技10選8つ目、ハイカットで大人っぽく。これは過去動画でも何度か紹介したことがあるんですが、各楽器の存在感というか、どれだけ耳に入りやすいかというのは、高域がどれだけ出ているで調整することができます。ここで言いたいのが、初心者の方のミックスを聞くと各楽器高域が出すぎていて、それぞれ存在感がありすぎるというパターンが結構多いと思っています。なので EQ のハイカットで高域をコントロールして存在感を調整しましょうということですね。一番わかりやすいのがシンセの音、はい、この音なんですが、今回はシンセ側のこちらのカットオフ、こちらが EQ のハイカットと同じ効果のものなんですが、こちらで高域をカットしております。このカットオフを左に回すことで、こちらの EQ でいうハイカットが深くなっていくといったイメージですね。ちなみに今回の設定で言うと、音的にはこのぐらい 500Hz ぐらいまでをカットしているような、そのぐらい高域をカットした音にしております。もしこのハイカットがなかったらどうなるか、全体で聞き比べをしてみましょう。結構びっくりするほど違いますよね。曲の雰囲気的に夜の大人な感じなのに、一人だけはしゃいで場違いな感じになっていたかと思います。ちなみにこれは明るい曲だと高域を目立たせればいいというわけではなく、あくまで他の楽器との存在感のバランスを意識するのが大事かなと思います。現状作っている曲がなんか引き締まっていないなと思っている方は、特にシンセとか鍵盤楽器やギターなどにハイカットを入れるといい感じになるかもしれないので、ぜひ試してみてください。はい、続いて小技9つ目、サブベース。これは主に EDM や J-POP でもダンスミュージック系の曲、また K-POP やヒップホップなどで特に重要なポイントなんですが、しっかりと 50Hz あたりの超低域でベースと一緒にサブベースも鳴らしましょうということでございます。はい、こちらのスパンという無料のアナライザー、こちらの動画でも紹介していますので、ぜひインストールしていただきたいんですが、こちらを使って音域を確認してみましょう。まずエレキベースは大体100Hz から 200Hz あたりで主に鳴らすことが多いんですが、それとは別にシンセベースを使って、それよりもさらに下の 50Hz あたりにもベースを入れております。フレーズは先ほどのエレキベースと同じものを1オクターブ下に入れております。はい、おそらくスマホで見ている方は聞こえなかったと思うんですが、これがあるのとないのではクラブやフェスなどにある大きなスピーカーで聞いた時の迫力が全然違ってきます。特にダンスミュージック系の曲では重要で必須のポイントでございますね。ちょっとわかりづらいと思いますが、サブベースのありなしで全体で聞いてみましょう。は
い。そして一つだけサブベースを入れる時のポイントがあって、それがサイドチェインコンプをかけるということ。音というのは音域が低ければ低いほど濁りやすいという性質があります。なのでキックとベースは超低域で思い切りぶつかって濁ってしまうんですね。そこでサイドチェインコンプというのをかけて、キックが鳴っている瞬間だけサブベースが鳴らないようにするという処理を行います。サイドチェインコンプのやり方に関しては DAW でやり方がそれぞれ違いますので、サイドチェインコンプ DAW 名で各自検索されてください。ちなみに僕はですね、こちらの DAC というサイドチェインコンプ専用のプラグインを使っております。かなり手軽にサイドチェインの効果を作れるのでおすすめです。はい。そして最後、小技10選10個目 MS で配置する。これはパンニングなどの定位の話ですね。普通パンニングというのは LR、 こちらを使って左か右かで配置するのが基本ではありますが、最近の音像が広いサウンドを作るにはそれだけではなくて MS、 つまりミッドかサイド、内側か外側かでも配置を決める必要があります。例えば今回の曲で言うと、先ほども登場した A メロのシンセの音、はい、こちらは実はサンプルディレイというロジック付属のプラグインを使って外側から聞こえるようにしております。こちらのオンオフで聞き比べをしてみましょう。はい、オフにすると内側から聞こえたかと思います。ちなみに使い方はサンプルディレイを挿してどちらかのノブを少し動かすだけ、これだけで外側から聞こえるようになるんですが、大事なポイントとしてはむやみやたらに外側に広げればいいというわけではなくて、内側からと外側からでバランスよく音が鳴っているというのが重要です。こちらの A メロでは主にドラムとベースとシンセ、そしてボーカルという構成になっているんですが、ドラムとベースとボーカルは基本的にセンターに内側に置いていますので、そこでシンセを外側に配置することでそれぞれが分離して聞こえやすいようにしております。もう一度サンプルディレイのオンオフで全体で聞き比べをしてみましょう。はい、シンセが外側から聞こえることで広がりがありつつも、よりベースがセンターにドシッといて安定しているような印象があったかと思います。ちなみにこちらの動画で紹介しているワイダーという無料プラグインでも同じことができますので、音を外側に広げるプラグインを持っていない方はぜひチェックされてください。ちなみにチューンコアへの楽曲登録は簡単で、まず準備するものとして作った楽曲の WAV ファイルとジャケット画像の2つを用意します。用意ができたらチューンコアのサイトでアカウントを作ってログインした後、右上のリリース登録から楽曲の登録ができます。あとは画面に書いてある通り、画像ファイルや楽曲ファイルを登録したり、ジャンルやレーベル名、曲名やアーティスト名など必要事項を流れに沿って入力していくだけなので非常に簡単です。ちなみに金額なんですが、シングルは1年間で税込み1551円、2曲以上のアルバムで1年間税込み5225円となっております。はい、今回も最後までご覧いただきましていつも本当にありがとうございます。今回10個の小技を紹介させていただきましたが、もしこれが役に立ったよという方は、役に立ったよとコメントしていただけると嬉しいです。また DTMer の皆さんにも、これをこうするとクオリティが上がるかもという小技をいくつかお持ちかと思います。ぜひコメントで教えていただけると僕も嬉しいし、これを見ている初心者の方も嬉しいと思いますので、ぜひコメントお待ちしております。高評価ボタンとチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。